エルアルト国際空港は、ボリビアの中心都市ラパス近郊のエルアルトにある国際空港。1925年に新設空軍のための基地として建設されたもので、現在もボリビア空軍が運営し、軍民共用となっている。世界最高標高の国際空港。標高4000メートルを超す位置にあり、酸素濃度が薄くエンジンの燃焼効率。 翼の揚力発生能力が低下するため、大型機でも離陸時に十分な加速が得られ、着陸時も安全な速度が維持できるよう、ボリビア国内で唯一4000メートルの滑走路を有している。日本政府からの政府開発援助により、着陸援助施設、管制施設、通信施設、照明施設、電源施設等の機材整備、管制等の建設、滑走路の整備が行われ、 1997年3月に引き渡し式が行われた。上述の通り、標高4000メートルを超す高地であるため、平地に比べて十分な揚力が得られない。このため最大で陸重量が低くなり、よって積載できる燃料の量が制限されるため、ラパスから無経由での長距離便運航はできない。現在運航されている機材は主にボーイング737系。 エアバス A320 系の短距離、中距離用機材で、大型機材はボーイング767系 DC-10 のみである。過去には、ルフトハンザ航空がボーイング747、就航していた時期もある。小型ジェット機でも、燃料、乗客を満載した状態での離陸は危険とされるため、ラパスを、起点、経由地にする、南米中距離便や北米、 欧州長距離便は乗客や燃料をラパスでは満載せず標高が低いサンタクルスのビルビル国際空港を経由した上で乗客、貨物、燃料の満載を行う重度の高山病患者のための酸素ボンベが用意されているまた各航空会社とも利用客向けに酸素ボンベを用意しているラパス市内へはすり鉢を螺旋状に下る高速道路を使い 約30分で結ばれている。路線バスやタクシーを使うのが一般的である。ありがとうございます。